皆さんこんにちは。フィリピンダバ情報チャンネルの町田です。今日は特別ゲストに来てもらっています。はい、今日はですね、ちょっと面白い企画を持ってきまして、フィリピン人女性、隣に美しい女性が座ってますけれども、フィリピン人女性に日本の芸能人の顔を見せてですね、採点をしてもらおうと思います。まあ、ちょっと私自身点数を人の顔につけるっていうのは好きじゃないんですけども、わかりやすいと思うんですよね。だいたいこんな点数かなと。一番低いのが1点で、一番高いのが10点にしたいと思います。20代から80代までなんと今日は用意してます。芸能人の方ですね、各年代で2人ずつ、20代から80代まで10代ずつ上に上がっていきたいと思いますので、早速行ってみたいと思います。ではまず20代の芸能人の方ですね。はい、まずは神木隆之介さんです。神木隆之介さん、27歳ですね。ちょっとここに写真は出せないですけども、私の概要欄にリンク貼っておきますので、もし顔がわからないという方は、クリックして見ていただければと思います。はい、俳優さん、神木隆之介さんです。ドン。 What do you think about him? 1 to 10 Which point do you give to him? And what's your comment about him? I can give him 6. Oh.The highest is 10 and you give him 6. Yes, yes. Oh, ho, ho, ho. いきなり厳しいですね。So, do you have any comment about him? Yeah. He's actually a very popular actor in Japan. Oh, I see. He looks fine. And for me, the handsomeness is 6 because maybe the nose is a little bit flat. Ah, oh, okay, okay.And the eyes is a little bit big, but it's normal. But yeah, not so in terms of it should be like this or okay. Yeah, he's not so handsome for me. Wow, very strict. 最初からちょっと厳しいですけども、6? Yes, 6. はい、6点ということでしたね。まあ爽やかな感じではあると思うんですけどね。But he looks kind. He looks kind and attractive. Yes, yes, yes.OK。次の20代の俳優さんです。こちらも。菅田将暉さんですね。有名な俳優さんですね。はい。菅田将暉さん、どうでしょう。ちなみにここにパソコンがあって、今画像を見せてますんで、ここにパソコンある状態です。はい。He looks cute. Oh. But not handsome. But not handsome. He just looks cute.I can give him 5. Oh, 5. Yes. 5点出ました。菅田将暉さん5点です。わからない方は概要欄からリンククリックして、まあテレビで絶対見たことある顔だと思うんですけども、菅田将暉さん5点でした。はい。I like the eyebrows. 眉毛が好きということですね。はい。ちなみにですね、なんでこの企画を持ってきたかと言いますと、フィリピンの人って結構日本のドラマとか映画を一緒に見てるとですね、かっこいい人出てても、日本人がみんなかっこいいと思ってる人でも、いや、フィリピンで行ったらあんまりっていう、あんまりかっこよくないよっていうことを言ったので、じゃあどういう人が一体タイプなのかっていうのを追求したくて、今回この企画を作ってみました。じゃあ続きまして、30代ですね。30代の俳優です。So, 30s. Next is 30s. 30s. This one.はい、山田孝之さん、37歳です。この人も有名な俳優さんですよね。He's handsome. Oh, you like him? Yes, I like him. Okay, okay. He looks like Gerald Anderson, an actor in Philippines. Yeah. So he looks like a Filipino? Yes, face? Yes, yes. He looks like a Filipino. Oh, I can give him 9. Oh, that's high. Okay. 高い点数出ましたね。9点が出ました。山田孝之さん。ちょっと顔の濃いね。髭よく生やしてるような。ネットフリックスで裸監督っていうので出てましたけども。はい。いいですね。はいはい。濃いめの顔が好きなんですね。まあ、もちろん好みは人によって違うと思いますけども、ちょっとフィリピンの人はどうなのかっていうのを今回の企画では掘り下げていきたいと思います。じゃあ続きまして、やっぱり30代ですね。38歳、小栗旬さんです。有名ですよね。What about him? What do you think about him? He looks like a bad boy. He looks like a bad boy. Okay, okay. Yeah, he looks like a playboy. Something like that. I can give him 7. 7. Okay, okay. He looks fine. Pretty good. Yeah, the small eyes.Yeah, he looks attractive, but 7. はい、今スモールアイツって言葉が出ましたけど、皆さんですね、フィリピンの女性に、あ、大きな目で綺麗だねって言うと怒られますよ。
これは本当にびっくりしたんですけども、フィリピンでは目が大きいというと、日本でいうあなた目が小さいねって言われるのと同じぐらい、傷つくんですよね。特に女性は結構ね、皆さん大きい目してて魅力的だから、あ、目大きいねって褒める男性多いと思うんですけども、まあその場で初めて会ったりしたら、あ、どうもとか言われるかもしれないですけど、内心ぐさっと来てるはずです。っていうのも、みんな目が大きいので、フィリピンの人って目が大きいねというと、もう大きすぎて見にくいみたいな感じになっちゃうんですよね。逆に目が小さいねっていうと、スキッとした目で綺麗だねっていう意味になるんで、So, you like to hear your eyes are small? Yes, yes. おおおお。もう大きいですけど、まあ、大きいねっていうとね、怒るんですよ。っていうので、はい、これもフィリピンダボ情報チャンネルの情報として、ぜひお伝えしたいと思いますので、特に男性の方ですね、気をつけてください。はい。はい。じゃあ次行ってみたいと思います。続いて40代ですね。この方40歳ですね。星野源さん、有名な芸能人ですね。俳優だったり、歌手だったり。はい。星野源さん。So, what do you think about him? Oh, he has a small eyes. Yes, yes, yes. He has a small eyes. He has a small eyes,、mm. but it's not attractive. Mm-hmm. Oh, really? Yeah. Okay. In Philippines,We like small eyes, but there are many types of small eyes in Philippines. Those are attractive and not attractive. Small eyes, but handsome. But this one I can give 4. Ala! I thought you will give the higher point because his eyes are small. Yeah, but the structure of face. He has a small eyes, but it's not attractive. Sorry. He doesn't look like a Korean. He looks like a Korean, but...Yeah. Because many Filipino girls like Korean. So I chose him to... I thought you will really give a high score to him. But 4. Yes, 4点でした。いや、目が細い人が好きだっていうのが情報で入ってたので、星野源さんってね、結構キリッとした目で、日本人で爽やか系で有名だと思うんですけど、意外に低くて、まあまあ人の好みもあると思いますけど、ちょっと逆の方に出ちゃいましたね。高く出ると思ったら低く出ちゃいました。はい、まあ個人のあれもあると思いますので、次行きたいと思います。続きまして同じく40代、この方は本当有名ですね。48歳のキムタク、木村拓哉さんです。 What do you think about him? Oh, handsome. He is handsome. Yeah, he's handsome. I can give him 10. 10? Yes. Oh, okay. He's really handsome. Yeah, actually he's very popular in Asia, in Taiwan, China, they also like him. Small eyes but attractive. Yes, yes, yes. Okay, okay. Okay. キムタク10点出ました。キムタクさん。はい。よかったです。じゃあ続きまして50代ですね。この人50歳になったんですね。50歳の竹野内豊さんです。渋いですよね。どうでしょう。How about him?9. Yeah, he's handsome too. The beard suits him a lot. The hair, the eyes. Yeah, he has a small eyes, but it really attracts him. Yeah, I like his eyebrows too. It's thick. Yes. So it makes his eyes more attractive because of eyebrows. Yes, yes.やっぱり濃いめの顔が好きなのかもしれないですね。まあ個人のタイプかもしれないですけど。はい、じゃあ続いていってみたいと思います。この人もハンサムですね。52歳に見えないですけど、福山雅治さんです。 What about him? Oh, yeah, he's kawaii. But not really in handsome. I can give him 7. Okay. かわいいね。かわいい、just cute. Yeah, from your eyes. Yes. 7. Yes. Okay. Yeah, he's really... Many girls in Japan love him. Okay. 面白いですね。じゃあ続いていきたいと思います。続いて60代です。60歳の真田広之さんですね。俳優さんです。どうでしょう。Like Iron Man. He's like Hollywood actor. Yeah, actually he's in Hollywood movie. Really? Also. For me, I can give him 7. Okay. 7. Yeah, and he's 60 years old. Oh, he looks younger. Yeah, yeah. He looks young. He looks like 30s. yeah.
OK。続いて、65歳。この方は歌手ですね。65歳の郷ひろみさんです。どうでしょう ?What about him? He is 65 years old. 65? Really? No, he looks like 40s. Yeah, yeah. He's handsome. Mm-hmm. Yeah, yeah, he's handsome. Especially when he was very young. Handsome. When he was very young, many girls really loved him. But if I base now, six. six ね。郷ひろみさん6点でした。まあでも若い頃はね、とても女性に日本でもモテてましたけど、若い頃はいい感じなねって。これ今 Google で全部調べて画像を出してるんですけれども、若い時の郷ひろみさんが出てるので、若い時はいいわね。ただ今の年齢の写真の基準で言うと6点ということですね。じゃあ続きまして、70代です。まだまだいきます。70代、70歳の舘ひろしさんですね。渋い俳優さんです。What about him?70 years old. Oh, 70. Mm. Very dandy actor. Oh, yeah. Mm. He looks like half American. Yeah. Mm. Is he half? No, he's a pure Japanese. He's handsome. Ten. Ten? Yeah, really. Okay. Oh, 70 years old Tachihiro-san. 10 点出ました。おめでとうございます。そうなのかあれですけど。いいですね。まあ、かっこいいですもんね。おー、いいですね。ダンディ、舘ひろしさん。満点出ました。10点です。はい。じゃあ、続いていきます。続いて、同じ70代ですね。この人どう出るでしょうか。74歳の高田純次さんです。What do you think about him? Oh. He's a comedian. Comedian?、I can give him 6. okay. Yeah. He's a comedian. But I think he's kind of handsome. He is handsome, but six. Oh, why six? Yeah, really. If I see his younger picture, not so older picture, it's yeah. okay. Yeah, yeah. He's getting more dandy. Yeah. Okay. はい。じゃあちょっとですね。ここら辺から次が80代なんですけど、2人ずつ言ってますんで80代ですけれど。ちょっと意外性のある。まあ、あんまり80代の有名人男性で出ても、写真がなかなか探すの難しかったんですけど、この人出ました。誰もが知ってる。はい。84歳、北島三郎さん、サブちゃんです。いきます。What do you think about him? Oh. 84 years old. Why? Famous singer. Based on face? Yes, yes. You can give him 4. okay, okay. Yes. まあね、顔だけですからね、どんな人かって全然わからないまま言ってますから、4点です。まあまあまあね、顔だけのハンサムランキングで言ったら、まあ、そうですよね。3 and half? おっと。OK, OK, OK. OK, that's it. もう終わりにします。Okay. はい。まあちょっとこれは意外性のあるところ、あんまりなかったので。はい。じゃあ最後となります。最後の大トリはですね、まあ、80代の方探すのちょっと難しかったんですが、84歳、里見浩太郎さんです。まあ、俳優さんでね、キリッとした顔で素敵だと思うんですけども、どういう反応を見せるでしょうか。The last one, 84 years old. This person, what do you think? He's an actor. Actor?、I can give him 3.5. Okay. Or 4. Okay. Yes. Oh, but he's handsome, I think. Yeah, he's handsome, but not so. Oh, really? Oh. Yeah, because maybe the nose, the eyes. Uh-huh. He has a powerful image. He looks like a president. Okay. Or he doesn't look like an actor. Yeah. He looks like a president. Yeah. Actually, his character is always like, high position in...Even in drama or movie. Okay. ということで、まあまあ、ね、背景も何も知らず、俳優さんだってことも知らず、顔だけでの判断ですので、で言ったら、サブちゃんと同じ点数が出ました。3.5 か4かっていうので、ちょっと私的にはですね、サブちゃんでちょっと顔だけの情報しかないので、として最後上げようと思ったら上がりきらずで、ちょっと外れたような感じですけども、まあでもそうそう意外なんですよね。やっぱ日本人のこう視点っていうのとフィリピン人女性の視点っていうのは違うのかなと。まあ、彼女だけじゃなくて、他の彼女のですね、友達とかと一緒にテレビ一緒に見てると日本人から見ると明らかにかっこいい人がですねいやーって言ったりするので今回はこういった企画を考えてみました。はい、ちょっと特殊な企画ですけど今後もですね、私のチャンネルではフィリピンとか私が住んでるダボーシについての情報を発信していきたいと思います。ぜひチャンネル登録がお済みでない方はよろしくお願いいたします。高評価ボタンやコメントも大歓迎です。
はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。